ちょっと待って。むっちゃんさんこんにちは、ラウリさんこんにちは、たくみんさんこんにちは、のりさんハロー、もぐらさんこんにちは、すんすんさんこんにちは、ますおさんこんにちは。そう、格闘ってなんか本当にさ、ガッタガタガッタガタなんですよ今。ゆらの前髪やばいけん、ちょっと頑張ってます。いや本当にガタガタすぎてやばいね。やばい待って、本当にやばい、待ってやばい、もうさこれさ全部かぶりたいんだけど、こうやって全部かぶったらやばいか、見てちょっと待って、もうさもうさ、なんか本当に本当にやばいんよ、ゆらの前髪今で。なんかいつもねこうやってこうやって やっとったんですけども、最近は。でもなんか今日はちょっとやらなかった。やば、ね、目がゴロゴロする。どこまで読んだゆらは。まこっちゃんさんやっほー、瀬戸福さんこんにちは、ひょうさんこんにちは、ぐだっとさんこんにちは、はるさんこんにちは、きさとうさんこんにちは、ともあきさんこんにちは、はじめさんやっほー、ななりんさんこんにちは、ちょうちゃんさんこんにちは、まるひろさんこんにちは、すーさんこんにちは、いとちゃん、あ間違えた、いとちゃん、伊藤さんこんにちは、ゆきさんこんにちは、あ、れいかちゃん、え、これ本当にれいかちゃん、え、れいかちゃんこれ。でも私コメント的にれいかちゃんっぽい、本当になんかアバターがあったっけん。ね、前髪がやばいんだけど、本当にやだ。あ、本当だって、れいかちゃんがれいかちゃんが本当だって。で、あ、もう無理、ね、無理、助けて皆さん。ねえちょっとさ待って、ちょっと一瞬待って、本当に やばいけん。はい、大変ですね、もうガタガタすぎて。マスオさん50カウントありがとうございます。 MJ さんヤッホー、糸電話の糸ちゃんさんありがとうございます。原田、あ間違えた、ともあきさんも50カウントありがとうございます。れいかちゃんにゆららちゃん、そう、ゆれいかちゃんにゆららって呼ばれるんです。れいかちゃんにゆららって呼ばれる。本当にさやばい。あ、ちょっと待って、もう本当に待って、ごめん、本当に皆さんごめんなさい。ちょっと待って、ここにはちゃんといます。
さ、なんか髪の毛もしなかったんですよね。あれも、あ、わかった、いい方法思いつきました。ここにこれをつけて、こうすれば、こうして、これで隠して、あ、いいじゃん、ほらマシになった。マシ度何パーセント？あ、いいじゃん、いいね、できた。今日ね、ビューラーしてないんです、最悪。なんかビューラーがどっか行ったん。イエーイ。これ今日はの、今日はこれはね、借りたんですけどね、服はユラのではないんですけど、テーマはちょっと見た感じ的に、うーん、スケボーできそう系女子スケボーできそう系女子でいきます。で、スケボーしたい、スケボーしてみたい、やったことないけん。ビューラーたくさん、そう、ビューラーたくさん持ってるんですけど、あの、一番最近使ってるのが Mac のやつか、あの資生堂なんですけど、それを多分どっかのポーチに入れたままで、そのポーチがどれかわからんくて、どこにあるかもわからんくて、何入れたかも覚えてなくてないんですよ。だからできません。なので上がってないっていう最悪。スケボーできませんよ、やったことないなんか周りにやってる人結構いたんですけど、なんか流行ってて、でもユラはやったことないけど、でもなんかマイスケボーとかさ、持ちたい。だってさ、絶対さ可愛いじゃん、絶対可愛いじゃん。実験やってみたいけど、やったことないです。可愛い。なんかユラ、太田ゆりさんの服装の系統とかがめっちゃ好きで、憧れる、憧れます。なんかちょっとスポーティーめな感じのやつ好きです。うーん、やっぱさ、ビューラーないとほんとしんどいね。なんかしんどいわ。そう、まるまるできそう系多い。え、今までさ何した？今まで何したやろ？何したかな？
ポーツできそう系と、スポーツできそう系と、あとなんだっけ、そうそうそう、50歳のおっさんがスケボーやってたら引く。全然いいと思います。かっこいいと思う。スケボーをねできる人は絶対にかっこいいと思うので、女の、そう、別に男性の方でもスケボーやってる方めっちゃすごいと思うし、そう、女の子がスケボーさやっとってもめっちゃなんかギャップっていうか、なんかすごくないと思って、かっこいいと思うし、かわいいと思います。チェンさん、こんにちは。初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。よかった。うん、全然いいと思いますよ。かっこいいと思います。バスケ部系、バスケ部系、あれ、バスケ部系やったっけ。ストリート系、ストリート系かわいい、かわいいですね。ケンシーさん、こんにちは、ありがとうございます。カズッキさん、こんにちは、ありがとうございます。野菜炒めさん、こんにちは。そう、暑そう確かに今の時期ではないけど、あ、嬉しい。うん、うん、妹が見つけてくれました、私のビューラーを見つけてくれた、嬉しい。これお昼ご飯ないお昼ご飯食べてない、まだ。かわいいかわいい。レカちゃんお昼ご飯食べてない。何食べたん、レカちゃん、何食べたん、皆さん何食べた、お昼ご飯。いや食べてない、マジで何も食べてない。スケボーもローラースケート、ローラースニーカーもしもし怖いよね、確かに。でもなんかさ、靴になんかローラーついてて、そのローラースケートみたいなのなんか流行っとったよね、一時期。ユラが小学生ぐらいの時かも。なんかローラーもつけれるし外せるしっていう。でも絶対乗れん、ゆら。あ、前髪どうした。絶対に乗れないと思う、ゆらは。ジャニーと似合う。あ、本当ですか、やった。うどん、待って、うどん食べたい。待って、うどん食べたいな、いいな、いいな。唐揚げとチョコケーキ、組み合わせが独特でも美味しそう。三色団子いいね。たっくんさん、こんにちは。 UFO 焼きそば美味しい、美味しいやつ。
なんかローラースケート、なんかさ、なんか靴になんかローラーつけれて、でなんか別にローラー外しても普通の靴でもいけるみたいな。やつ流行った。もんもんさん、はじめまして、初見です。ありがとうございます。シティ48に研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。そうそうそう、かかとの裏になんかローラーみたいなの入っとって、でなんかそれでなんか道端をシャーってやるやつ。なんかでもなんか謎になんか買ってもらえんかったっていうか、頼んだかどうかも覚えてないけど、でもなんかすっごいなんかあれが超得意な子とかがたまになんか信号とかでわーって行っとると、ね、超すごいと思ったけど、ちょっと危なそうだなと思った。ちんさん、ありがとうございます。ローラブレイド、ブレイド、なんだっけそれ、そんな名前だったっけ、わかんでも分からんなんじゃけど、そんな名前かな、ちょっと待ってね。ブレイドか、ブレイド、違う、ちょっと違うかも。でもこれももっと、こんなのも持っとる人おった。でもなんかこれじゃなかった、色のやつ、なんだったんじゃろう。なんかね、なんだっけ、なんかローラースケートの靴みたいな、靴子供用の、なんかこんなのわかる、なんかちょっと待って、見わかるかな、こんなの、こんなの こんなのだった気がする。った気がします。スポーツは苦手です。なんか得意そうに見えるってね、よく言われることの方が多いけど、苦手なんですね。ゆらは苦手です。でもね、この帽子もこれもなんかゆらのじゃないんですよね、今日 借りたんです、いとこから借りました。普通に同級生の女子で、そう、めっちゃ同級なんで仲いいんですけど、そう、女子なんですけど、そのスポーティー系の服が好きで、韓国っぽい感じが好きで、そう、こういうのとかいとこが好きなんで借りました。 これも借りたし、これもいとこのだし、メガネ、これもいとこの、あとこれなのとかもいとこの、あとこれもいとこが作ってくれた。 そう、スポーティー系っていうか、そういうのが多分今は好きなんですよ、いとこは。昔はなんか結構可愛い感じのが、そのゆらの仲いいとこは好きだったんですけど、なんか大人っぽくなってきて、なんかそういうのが今は好きみたいです。で、それをなんかちょっと、それに影響を受けてる妹って感じ、ゆらの。まひかりなんなそうさん、音符ありがとうございます。
むちゃさん50件ありがとうございます。みかんダイナソーさんハート100個ありがとうございます。みかんダイナソーさんだるま100個ありがとうございます。スノボ、スノボ、スノボってあれですよね、なんか冬に遊ぶやつ。持ってる、なんかここに変な毛が、あ、抜けちゃった。ああ、ヒットキャップ昔編んでた。すごい欲しい。ユラもなんかあるけど全然つけなかったですね、今年の冬は。なんか今年の冬はこういうウェイウェイした服あんまり着なくて、どっちかといえばなんか可愛い系とか着てたから、帽子かぶんなかった、ニット帽。雨降ってない、降ってないです。そう、借り物、借り物。借り物、全然借り物です。おお、すごい。おお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 おっていう感じです。冬はニットキャップかぶる、確かにかぶってる人多いですよね。雨降ってない、うん、降ってない。麦わら帽子、とか被ると髪が、そう、なんか帽子ってなんかめっちゃさ、なんかボッサボサの時に被ってたらさ、うん、ぺっちゃんこになるけど落ち着くよね、落ち着くよね、うん、髪の毛がこう落ち着く。ね、これもいいところなんですけど可愛いよね。ユラも伊達眼鏡いっぱい欲しいんです。今最近なんか自分に合うのが何か分からんくて、だからだ多分お店とかに行って合わせてからなんか買った方がいいと思うんですけど、今はお店に行けないのでちょっとでも欲しいなって思ってます。ボリュームが抑えられる、そう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 、いいですよね。夏出かけるときはどんな服装が多い？夏、夏、夏。でも普通に去年とかはね、でも夏でも冬は全然黒が多かった。夏でも全然黒が多かったですね、ゆらは。うん、黒と白ばっかですね。でも今年はなんかいろんなの着たいなって思ったけど、どうやら着れるかな。黒と白が多い基本。いとこのだからレンズぶち抜か、そうだってこれいとこのだから、そうぶち抜かないです。いとこはぶち抜かない派らしい、見る限り。そう、モノトーンですね、本当にモノトーンだって。黒白が多いし、なんかもう大体なんかゆら去年とかはなんか帽子
が千鳥柄みたいなやつで、上は黒で下を上が黒い普通の服で下も黒い服で、カバンが赤とか、なんかそう全部なんかとりあえずモノトーンにして、なんか一個だけ赤にするとか、帽子を柄物にするとかしかしてなかった。そんな感じだったんですよ、ゆら。そういうのが多かったですね。そう、差し色、差し色、なんか全部を色にするんじゃなくて、なんかそういうのが多かったです。あ、去年の写真を見てみればわかります。それしか覚えてないんですよ。逆にそんな感じの服装してたのしか覚えてなくて、自分の中で。あとね、なんかベレー帽をかぶってて、夏になんか前髪なし、前髪をかぶって、でなんか耳に大きいイヤリングとかつけてっていう感じだったかも。でもそのベレー帽も黒だし黒だしね。メール取りました。本当ですか。さわやかおしさん、合ってますか。合ってる。ありがとうございます。夏は日焼けする、めっちゃ日焼けする方です。なんかずっと日焼けは気にしてたのは気にしてたけど、なんかそこまで気を配ってなくて、でも最近はちょっとなんか何、買い物とか行かないといけない時とかあるじゃないですか。どうしても外に出ないといけない時は塗るようにしてます。どんな感じやろな、服だけだと。でも本当にそんな感じの服装をしてました。おしゃれなカフェに行って、その夏に、去年、あ、関係ない話、待って、カフェに行きたいんですよね、ゆら。めっちゃ今その時は、夏、去年の夏は大阪のカフェに行ったんですよ。それもいいとこと言ってアイドルは日焼けできん、そう、本当に日焼けしたくなくて、なのでちょっと日焼けしたくないんで頑張りたいと思います。誰だろう、これとかはちょっと遠目で見せるんですけど、ちょっと待ってね、こんな感じとかです。見える？わかる？このベレー帽かぶってるの、ベレー帽かぶってるんだけど、わかるかな、前髪なしでベレー帽とか、こんな感じでしたこんな感じとかでしたね。超おしゃれなカフェに行ったんですよ。あとこれはどれかな、なんか他に服が分かるようなのが、でもなんかそんなになんか写真を撮る人じゃないんですよ、あんまり、もともと。なのでちょっとあんまりね、ゆら写真っていう写真がないです。でもこんな感じかな。
そう、写真っていう写真がないんですよ。ゆら自身があんまり写真撮らない人なのでこんな感じかな。でもはい、こんな感じです1個しかなかった。カフェで何食べるの？この時はね、何だったっけ、なんか普通のなんか食パンみたいな食パンみたいなのを食べた気がする。なんだっけこれ。でもなんかめっちゃ美味しいなんか飲み物を飲んだよ。あ、これだ。ちょっと待って、ちゃんとカフェ行った時は写真撮ったんですよ。なんかこのジャスミン、なんかねこれです。ちょっと待ってね。あ、これ食パン。もう本当に食パンが美味しかったこの時は。ちょっと待って、見える？食パン、こんな色々おしゃれな食パンが。これはまあ普通に照明の色だけど、こんな感じで、まあ普通の食パンなんですけど、こんな食パンです。お、あのそのカフェのね雰囲気がめっちゃ良くてね。あ、これが飲み物、これが飲み物です。いとこと半分こして食べました。一緒に食べましたねそんな感じです。あとこういうカフェにこういう写真とか撮れました。カフェに行ったらかわいい、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれな写真。そう、めっちゃ分厚い、本当に何枚ぐらいかな、普通に食べるやつの 2.5 倍はある感じよね、見た目的に。美味しそう。これとかじゃーん。シミサラ、そう、食パン大好き、シミサラ。いや、そう、ゆらも全然そうおしゃれなカフェとか全然知らんくて、でなんかもともとそんななんか何カフェ巡りとかするタイプじゃないんですよ撮りそう、いやゆら全然写真撮らなくて、ほんまになんでなんじゃろうって思うんですけど、あんまり写真を撮らなくて、でなんかそうなんですよ。でおしゃれなカフェとかも全然知らんのんですけど、でもなんかそういうカフェはいとこが好きなので、一緒にそう連れてってもらってるマイカメラは持ってるんですけど全然使ってないです。超前に買ってもらったけど使ってないユラもね全然わからん、逆におしゃれすぎると入り、あもうユラなんかおしゃれすぎるカフェ入ったこと、なんかおしゃれすぎるっていうか、なんかカッチリしたカフェに入ったことがなくて、うん、そうカッチリしたとこに入ってなくて、なんかこれはなんかどっちかって言ったら結構なんか若いまあでも普通に大人の方もいたし、でもちょっと20代ぐらいの方もいたし、ゆららぐらいの年の方もさっき行ったカフェにはおったんですけど、なんかそのカフェはね、なんかね、なんか結構でも入りやすい感じだった。でもわかる、なんかおしゃれなカフェは入りにくいっていうのはわかるおしゃれなカフェはなんか入ろうとしたことはないけんあれだけど、でもなんかおしゃれなお店とか雑貨屋さんとか服屋さんとかはちょっと入りにくいかも。なんかゆらぐらいの自分の年ぐらいの人じゃなくて、めっちゃもう大人の人が買うような、もうめっちゃ何高い洋服屋さんとかだったらちょっと
入りにくいかな。うん、入りにくいかも。そう、それはめっちゃわかる。だってゆらデパコスとかのお店もめっちゃ入りにくいですよ。超入りにくい。なんか友達とさ買い物とか行っとったら行ったりできるけど、一人はちょっと入りにくいかもって思ってしまいますね。てかめっちゃスケボーやりたいです今。持ってないけどやってみたい、やってみたいって思います。入りにくい、そう入りにくいの。入りにくい、なんか緊張するっていうか。うん、なんかイメージ的になんかすごいもう買うって決まってる人が入ってそうな感じがして、わからないんですけど、そうとは限らんと思うけど、スケボーしたい。でも一人だったら寂しいけん、いとこも誘おうかな。いとこも誘ってスケボーやりたい。なんか可愛いスケボー欲しいな。でも絶対難しいよね。でもスケボーアイドルって良くないですか？どう思う？スケボーしてるアイドル。ほら超可愛い柄とかいっぱいあるんですよ。可愛い柄のスケボーとかいっぱいあるの、ちょっと楽しい。怪我するの？マジ？スケボーブーム、スケボーブームかも確かに。でもちょっと前だった。あ、そう、いとこと仲いいですよ、めっちゃ。そう、いとこと、なんか普通に旅行とかも行ったことあるし、テーマパークも行ったことあるし、そう、ちっちゃい頃から一緒なので仲いいです、めっちゃ。しかも年も一緒なんですよ。なので練習したい、練習したい、マジ。スケボー乗ってるんですか？いいな。なんか今調べたら可愛いスケボーがいっぱいあって、可愛いんだけどみたいな感じのがいっぱいあります。やりたい、スケボー楽しそう、めっちゃ。なんて読むの？何できるって書いてあるんだろう。でも運動神経が良くないんですよ。でもそのいとこ、なんか結構ちょっと前なんですけど、バク転したいって言ってて、バク転習いたいとか言ってて、なんかバク転習いたいって言ってて、それはちょっとさすがにユラは無理なんですけど、でもバク転やりたいって言ってたぐらいなんで、スケボーしよって。スケボーもいい、なんかやってみたそう、雰囲気。イメージ的に、イメージ的にやりたいって言いそうな感じですね。スケボーにさ、なんかめっちゃステッカーとか貼ってたらさ、可愛くないですか？可愛くないですか？可愛い。乗った瞬間こけた。危ない。でもゆら絶対多分バランス力がないんだと思うんですけど、多分ね、スケートあるじゃないですか、氷の上で滑るやつ、あれも多分できんと思う。なんかちっちゃい頃に1回だけ行ったことあると思うんですけど、マジで1回も滑れんすぎて、なんかもう周りの柵みたいなところにずっとこうやって固まっとった気がする覚えがあります。うん、
多分スケボーだったと思うんですけどね。え、ねえ、スキージャンプだっけ、あれ、あの競技であるやつ、スキージャンプだっけ、スキージャンプだっけ、めっちゃあれ楽しそうって思うんですけど、絶対怖い、でも絶対に難しいと思うんですけど、楽しそうだなって思う。なんか自転車は、うん、余裕です。でも自転車はね、あの本当に練習してた頃は、あの小学校上がる前ぐらいだったと思うんですけど、そのぐらいの時にあのお父さんとかと一緒にその何公園で練習してたりしてたんですよ。自転車の練習してたりしたんですけど、そう、でもスケートのね、あスケートじゃない間違えた、そう自転車の練習ね、めっちゃ頑張った、めっちゃ頑張りました。でも今年自転車1回しか乗ってない、自転車1回しか乗ってないです、今年になって。全部あとは徒歩とかです。スケボーは乗る瞬間息を止めると、へえ、そうなんじゃ、ありがとうございます。うん、黒い三連星さん合ってますか、読み方。ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。宮本さんこんにちは、元気です。そう、ヘルメット大事ですよね。スキージャンプめっちゃスピード出るし怖い。あ、そうなんですか。でもなんか見た目がなんかすごいふーって感じで、なんかすごい楽しそうだなと思うけど、絶対ユアにはできないなと思います。運動神経悪いんで。でも運動神経悪かったらスケボーっていうか、スケボーも怖いよね。スケボー面白い、やってみたいんですよ。だからなんかもう見た目が可愛くてやりたいっていう話、もう本当に、うん、なんかスケボー持ってるだけでも可愛いじゃん。だからなんか練習したいです、スケボー練習。慣れなのかな、もうすごいなって思う。チキン南蛮さん合ってる、はじめまして。武田力さん合ってる、わかんない、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。そうそうそう、わかる。そうできなくても抱えてもう歩いてるだけで、あスケボー持ってるんだってすごいみたいな、かわいいかっこいいみたいな感じじゃん。だってそうギュラがもう見てる、その何持ってる人でとかいたら、おすごいなって思うけん。ねすごいですよね、本当にシューンってやるやつ、こうガってシューン、かわかっこいいって感じ、かっこかわいいって感じ、女の子やってると。運動が苦手だと体育は嫌いですか。いや体育は嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃないけど別に良い成績でもないですね。その運動神経は全然良くないんで、なんかさっきなんかダンベルみたいなの持ったんですよ。ダンベルみたいなの持ってなんか水が入ってるダンベルみたいなの持ったんですけど、でそれでなんかこうやってやったりとか、なんかこうやってやったりとかやったんですけど、なんかね、なんかゆら本当に体なんかしんどいというか、なんか体力が落ちてきてるっていうのがなんか分かって、ちょっとやばって思って、ちょっとちゃんとしたいと思います。カムカバーさんこんにちは、
ね、ダンベル効きそう。なんか水入れてやるやつなんやったんですけど、さっきちょっとだけやりました。もうすぐ3000人さん、今2882人さんですか。ありがとうございます。いや本当にマジで後で ST 体操します。でもちゃんと今日も朝はラジオ体操しました。そう、そのうち楽器を持って歩きたいとか。でも楽器でもいや全然できんのですよ。なんかね中学校に入る前にクラブ体験っていうのがあって、なんかそのいろんなクラブを試してどこのクラブに入りたいかみたいな感じのあれがあるんですけど、なんかね全然ね、あの卓球、あ何やったんだっけ、テニス部と卓球部と吹奏楽部と、あと何部やったんだろう、それぐらいですかね。それぐらいのあのあれをやったんですよ、体験入部みたいなのやって、でなんかやってみたんですけど全然できなくて、もうなんか卓球ができなすぎて、なんかみんなできてるのになんかユラにパスが回って、なんかポンポンってみんなできてるのになんかユラのところだけそのユラが本当にできなすぎて、なんか申し訳なくなった、そのペアの子になんか本当できなさすぎて申し訳なくなった。いや上手じゃないんですよ、マジで下手なんですよ卓球、マジ下手、本当に下手くそで、でテニスも下手くそなんですよね。なんかそのあもうボールが苦手で、ボールができないんですよ、ボールの競技が無理なんですよね、ゆら苦手なんです。うん、なんかみんながなんか試合とかしててそれを体育の時に見たりするのは好きなんですけど、自分がやるのが苦手で。そうなんですよ、球技マジ苦手です。ドッジボールとかやりますってなってみんなイエーイとか言ってるけど、なんかもうユラだけへーみたいな感じなんで、本当に球技は苦手です。あとは球技だったら、バレー、あバレーは好きです。バレーとバスケはなんか体育でやった時はめっちゃ好きです。あそう、けん玉した、えいやね、けん玉一時期めっちゃハマってて、中学校何年生かな、あれ中1とか中2とかの時にめっちゃけん玉ハマってて、マイけん玉を買ってもらったんですよけん玉はめっちゃ好きです。けん玉超好き。え待って、なんかね多分あると思う、なんか結構かっこいい感じのけん玉を買ってもらったんですけど、かっこいい感じのけん玉を買ってもらったんです。え、わかる、けん玉もめっちゃ可愛いよね、けん玉してる、けん玉を持ってるだけで可愛いんだけど、なんか最近だとなんか普通のけん玉ってなんかやっぱ赤いけん玉が普通、なんかまあ大体それかなって思うんですけど、最近はなんかおしゃれなけん玉とかもめっちゃあって、おしゃれなけん玉めっちゃあって、でユラなんかユラが使ってたのは木じゃなくてなんかプラスチックっぽいやつのなんかちょっとかっこいい感じのやつを使ってました。でもめっちゃやってた。え配信でやりたい、どこにあるんだろう、今どこにあるか分からんけどちょっと聞いてみよう、どこにあるってけん玉やってみたい。えでもあでもね、こあのここの一番ここのところ刺さってる、けん玉刺さってるところは全然、あのそれは全然多分できないと思います。あの裏のところにしかやったこ、あの裏のここのなんて言うんですか、乗せるのしか、あの左右と下しかできません。上のあの何、上にあのボールが刺さってるのは多分できないと思います。
今日ホームセンターで見て買いそうになったプロのけん玉。やりたいんですよね。待って、やりたいんですよねっていうか、その今言われて思い出してやりたくなりました、けん玉。百均にもあるんだ。へえ。ゆきーさんこんにちは。やいばちゃんさんこんにちは。バドミントン好き。体育のバドミントンはめっちゃ好きです。超好き。ハンドボールは苦手です。あ、ハンドボールだっけ、あれ、あの投げるやつ、体育とかで記録測んないといけないやつ、なんか何メートル投げれるかみたいな。あれ多分ゆらクラスで最下位だった気がする。8メートルか5メートルぐらいでした。やばい。なんかもうゆらが投げたらこう、なんかこうピョーンって普通行くんですけど、ゆらが投げたらこう下にダーンって行くんでダメなんですよね。この間クレシのけん玉買ってよ。玉が水色で可愛い。水色めっちゃ可愛い。可愛い。いいな。いいな。待って、けん玉もブームなのかな。けん玉今またブームなのかな。今調べたら可愛いけん玉がめっちゃいろいろある。けん玉楽しい。それな。でも全然最近けん玉やってないんで、ちょっと久々にやってみたくなった。けん玉とスケボーがしたい。けん玉とスケボーがしたいです。でもなんか去年の紅白、あの紅白でやってましたよね、けん玉つなぐリレーみたいなの見ました。紅白のやつで。玉が青色の。へえ、そうなんだ。やっぱ青かわいいですよね。青とか水色とか。クロちゃんさんこんにちは、ありがとうございます。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。すごいなって思った、けん玉なんかポン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 って。いや、あれはすっごいプレッシャーだろうなって思います。うん、ゆらはちょっとできないかもしれない。もうあのプレッシャーすぎて、プレッシャーすぎて、うん。けん玉やりたい。けん玉とスケボーがやりたい。超かっこいいじゃん、ゆら。けん玉とスケボーできたら。最近のゆらのマイブームはけん玉とスケボーなんですけど、とか言って、かっこいいじゃないのってなりますか。スケボー歴何年目ですかって。全然その感じに見える？見えんか。とりあえずけん玉からね、あの前使ってたけん玉を見つけ出したいです。見つけ出したい。で、今日の服と多分めっちゃ合うと思います、けん玉。もうこれやって、なんかこれなんかすごいできない人みたいですよね。とりあえずけん玉からの、うん、けん玉やりたいです、マジで。初めて米エイチャスさん、ありがとうございます。ぜひルームフォローお願いします。特技にね、入れたい。けん玉とスケボーとか入ってたらもうめっちゃかっこいいじゃん。え、でもスケボーはちょっとレベルが高いね。でも絶対かっこいいプロフィールとかにあったらね、言えるようにぐらいなりたいですね、いずれ。スケーターブランドかっこいいのたくさん。そうなんだ。
けん玉するためにダンベルし、いやーそういうことじゃないそういうことじゃないんですけど、なんかダンベルはなんかあったのでやってみた感じです。そうですそう、でもちょっと最近ねあれなのでアイスはちゃんと我慢してますね。うん、けん玉配信したい、したいです。ちょっとけん玉をまず探す旅に出たいと思います。そう我慢してるんですよ。そうそうそう、何してんねん。あ、ドラフト3期生さんの方ですかね。そう、日曜日まで我慢、マジでとりあえず日曜日までそう我慢します。スンスンさんアイスありがとうございます。アイス我慢中ですね。本当はチョコミントのアイスが食べたいんですけどね。そう、抹茶とか。てか今ゆらね、あの旅行で、旅行っていうか観光ですごいね行ってみたいなっていうところがあって、それは京都なんですけど、京都に行きたくて、でもまあ今の時期は行けないと思うんですけど、京都に行きたいですね。京都に行きたい、京都の観光がしたいんですよ。そうおあ、京都ゆらも修学旅行で旅行行きました。そう、京都に行きたいです。なんか去年の夏になりかけぐらいの時に行ったんですけど、え、京都に行きたいんですよね。なんか京都ってなんかすごい、その時にはあのあれなんですよ、スクールでその何大会っていうかそういうのに出るのに京都に行ったんですけど、そうで、あの何すごいあれだったんですよ。なんかあのちょっとその京都の雰囲気とかも見たりできたんですけど、本当にさマジでなんか和じゃないですか、空気が。だからなんかすごい、うん、いいなって思って、あとなんかすごいって思ったのが、そのコンビニとかも全部そのコンビニっぽくなくて、なんかすごい和風な感じのになるんですよ。なんか多分街の風景を合わせるために、その街の何統一感っていうかのためにコンビニとかもなんか何和風にできてたりとかしてて、おしゃれと思って、なんか京都のカフェとか行ってみたいです。あとなんかいろね、一回も多分乗ったことないんですけど、なんか人力車に乗ってみたい人力車に乗ってみたいです。浴衣とか可愛くないですか。ね、京都行きたい。ね、綺麗ですよね。でもなんかその2回ぐらいしかなくて、修学旅行と、そう修学旅行の時はね、まあでも団体行動じゃないですか。なんか行く場所とかも決まってたから、あ、宮島っても人力車乗れるん？そうなん？初めて知った。
乗りたい。国内だったら京都行きたい。あとは北海道。北海道にいつだったっけな。いつだろう、あれ。中3の4月ぐらいか、高1の4月、中3の4月かぐらいに行ったんですよ、北海道に。その時に海鮮丼食べて、もう美味しすぎて、美味しすぎて、海鮮丼が、いや本当に、もうマジ今まで食べた海鮮丼の中で一番美味しいと思って、北海道で食べた海鮮丼、いや本当に美味しくって、マジで美味しくって、いやもう本当にマジで、なんかこんなに美味しいのにお腹いっぱいなのがもう辛いみたいな、まだ食べたいのにお腹いっぱいなのが辛いって思って、いや本当にめっちゃ幸せだった。あれは忘れられないです。ライブ見に一人で、北海道すごい、いや本当に美味しいんですよね。だからその2つに行きたいです、もし国内で旅行に行くならば。その2つに行きたい。あとどこ行きたいかな。でもなんかすごい、なんか今の気分的には全然旅行行くとかじゃないんですけど、勝手なもうあれなんですよ、旅行っていう あれで、あれが和なところに行きたいんですよね。和なところに行きたい。なんか泊まる場所とかもなんか洋風な感じとか、そうなんか楽しい感じとかでも好きなんですけど、今はすごく和なところがいいです。部屋だったらなんか和室がいいです 全然旅行行くわけでもないんですけど、勝手に思いました。和室がいいって、なんか今でもし旅行に行くなら和室がいいなと思いました。北海道行ったのにオムライス食べて帰ってきた でもなんかそういう時たまに旅行行ったのにそこのもの食べないみたいな、普通にファミレス行ったみたいなことはある ね、あれどこだっけ、金のアイス、金箔アイスって京都だっけ、金沢ってどこ、兵庫、あれ違う、でも兵庫も行きたい、行ってみたいです。なんか兵庫、行ったことあるか、金沢にもある、そう、なんか金沢のカナで金箔アイスを思い出しました 金沢しか、そこら辺行ったことないんですよ。なんかなんか1回だけね、家族で、あれは和歌山か、あれは静岡だ、なんか車で広島から東京まで車で行ったんですよ。そう、その時にすごいいろんなところに泊まって、いろんなパーキングエリアとかに泊まって、なんかいろいろ食べたりとかしたんですけど、その時にね、ゆら寝てて車の中で、で家族が運転してくれてて、で朝起きたんですよね、パーキングエリアで、その東京に着くのに。それが多分静岡なんですけど、静岡って富士山だよね。そう静岡 なんですけど、で目覚めたらそのパーキングエリアからあれが見えたんです、富士山が。でめっちゃ綺麗なの、朝で、でなんか周りの人みんな写真撮ってて、ゆらも写真撮ったんですけど、めっちゃ綺麗だった。愛しの瀬戸内は海の道、鳴門の渦潮、村上海賊、兄ちゃんも歩け歩け、小舟みやりへ、ぶらりぶらり宮島、あれは阿波踊り海岸、巌流島はそこ、こ、粋な姉ちゃんも小島ジーンズ、角島大橋、こんぴらさん、
あ、神戸牛食べたことはないかもしれないから食べたい。神戸牛ブッセと大橋サスドッチボディエイ、私たちに会いに来て、誰よりも好きになってお願いね。その時初めて富士山見ました。そう、初めて富士山見た。すごって思った。すごって。トゥンテンテテテテルルルルル、私たちに会いに来て、誰よりも好きになってお願い。さあ行くぞストレッチボディエイ、私たちに会いに来て、この場所で夢を追いかけるから、応援してね。ダララララララバンバンバンバラ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 バン、トゥ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 。何か楽器してたの？ピアノです。ピアノだけでも全然弾きませんそんなにそう、東京行く間に富士山が見えて超すごいってなりました。そう、スンスンさん馬ありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しかったです。その時に初めての富士山を見れて。あの夜に出るのが好きなんですよ。いや、例えば大阪行くとかなったら、その例えばテーマパーク行くのに、そうテーマパーク行くのに、なんか前日の夜ぐらいからなんか車で出発して朝に着いてるみたいなで、朝から楽しめるっていうのが好きで、そうめっちゃ好きなんですよね。好きです、それが超好き。だからかもしれないんですけど、それだからそういう時ってやっぱり着くまでは車で寝るじゃないですか。やっぱり子供たちは車で寝るので、多分車で寝るっていうのが多分慣れてるから、多分車で寝れるイコールもうなんかどこでも寝れるようになっちゃって、そうそうなんですね。なのでゆらは結構どこでも寝れるかなって思いますイエーイイエーイイエーイ、チャララ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 、チャチャチャ、いつの日かまぶたを閉じながら思い出す、皆さんぜひルームフォローお願いします。電車シャン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 電車マックス車酔い大丈夫です。全然大丈夫です。船酔いも全然大丈夫だった。あの最初に STU48 号に乗った時に、あ船酔いとかちょっと大丈夫かなって心配だったんですけど、結構大丈夫でした。うん、大丈夫だった。大阪や福岡高速バス、へえそうなんじゃ。ゆらバスで行ったことないかもしれん。全部今まで車とか新幹線とかですね。うん、瀬戸内いろんなとこ行ってみたい。なんか別に瀬戸内に住んでるっていうか広島に住んでるけど、全然多分行ったことない場所とかいっぱいあると思うし、うん、なんで
いろんなとこ行ってみたいです。四国はね、四国は結構行ったことあるんですよね。旅行とかでもあるし。どこ方面が行ったことないんだろう、ゆらは。瀬戸内は割と行ったことありますね。うん。楽しい。タララ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 ラ。生まれも広島、生まれも広島ですね。生まれも育ちも広島県です。生まれも育ちも広島県っていう感じです。ゆなゆなが言ってるね、確か。生まれも育ちも広島県と、はい、ゆらも一緒です。生まれも育ちも広島県です。海外で行ってみたい国、海外で行ってみたい国、うん、海外で行ってみたい国はアメリカ、アメリカ行ってみたいです。アメリカのカリフォルニアに行きたい。カリフォルニアに行きたいです。あとハワイも行ってみたいです。行ったことないんで。あ、え、行きたい。オーストラリアとかも行きたいです。ゆら行きたい、行きたい。あとシンガポールも行ってみたい。全然海外ね、いろんなとこも行ってみたいです。本当に今日以内だとシナーブ大戦した。あ、聞いてください皆さん、聞いてください。あの昨日あの普通にお家でシナーブをしてたんですよ。ゆらシナーブしてて、そしたらなんとたまたまですね、普通にポンって押した時にあの滝野さんと対戦したんですよ。やばくないですか、やばくないですか。もうゆら叫びまくりました、叫びまくりました。本当に滝野さんと対戦できた、めっちゃ嬉しかった、超嬉しかったね。すごい、めっちゃ嬉しくて、もう嬉しかった。そう、あの対戦の時のね声も出るじゃないですか、本人登場ってなったら。そう、めっちゃ嬉しくて。あ、メールで言ってくださってたんですか。え、本当ですか、嬉しい。もうめっちゃ嬉しかった、めっちゃ嬉しかったです。本当に本当に嬉しい。パスポートは持ってるの持ってます。そう、小石さんこんにちは。池田ちゃんときめきゲットした。え、嬉しい。対戦は負けちゃいました。ゆら4位でしたね。え、そう、めっちゃ嬉しかった、本当に嬉しかったっていうか、もうマジびっくりしたんですよ本当に。こちらです、じゃん。あ、反射する、見えますか。縮小できました、嬉しい。木野さん復唱できました。もう嬉しすぎて、嬉しすぎて、嬉しすぎました。嬉しすぎて、嬉しすぎました。何回か、すごい、え、もう本当に嬉しかった。
なんで上隠してるの？え、あ、なんか反射するかなと思ってそう、でも超嬉しかったです。なんか先輩で対戦したことあるのがまだ、そう、今村さんが初めて対戦させていただいた先輩で、その後に滝野さんと対戦していただいて、そう、めっちゃ嬉しかったです。え、もう本当にスクショ、ああ確かに、もうびっくりしてたらスクショ終わりそうになる。でもできました、できました。超嬉しかったです、嬉しかった、嬉しかったです。そう、ゆらは別にいつも出るんですよ、自分は自分は毎日出るんですけど、やるたんびにね。なんかでもめっちゃ不思議な気持ちになりました、並べしてたら。なんか自分がゲームの中に自分のそのなんか今やってるゲーム、なんかゲームの中に自分がいるっていうのがすっごいなんか不思議な感覚っていうかそう、めっちゃなんか不思議に思えてしまいますね。もう超超超超嬉しかった。もうびっくりして、びっくりして、びっくりして、そう、びっくりしました。なんか不思議なんですよね、自分がいるから。芸能人、芸能人、いや、え、なんかゆらがなんかそう、なんか芸能人、え、ゆらですか？もうゆらはもう滝野さんとかは本当にもうテレビで見てた側だったから、もう本当になんかすごいなんか合ってるのがめっちゃ不思議。うん、なんかって思う時あります。そう、なんかゆらね、自覚っていうか、なんか、なんか自分がなんかあんまり思えないんですよね。うん、誰かいる、そう、妹ですねいや、ちょっと本当にでもなんか自覚っていうか、なんか自分がそういうなんか意識っていうか、なんか自分が芸能人って思っちゃうんで、なんかもうちょっとやっぱ意識を持たないとね、そういうなんか頑張るあれにもならないので、ん、なんか頑張ろうっていう気をやっぱり持たないとあれだと思うので、ちゃんと思うことにしたいと思います。はい、ということでちょっと今日は4時までにしたいと思います。はい、そう、なんか自分が本当にさ、なんかメンバーになんかならしていただいてるっていうのもなんかすごい、なんかすごいことだなって思いますね。なんかね、なんか最近すごい、そのもう自分が入る
なんかその ST のオーディション見た時のことをすごい思い出して、その時はさ、なんか全く入れるとも思ってなかったし、ただなんか頑張って受けてみようと思って受けたから、なんかねすごい なんか、うん、最後までこうなんかあれと思わなかったから、全く持って普通に家でお母さんに写真を撮ってもらって送って、でなんかあこれでも帰って、なんか何二次審査通過とか、正直今まで何個だっけ2個ぐらいオーディション受けたことあるんですけど、もう書類送っただけでそっからその何合格っていうかその二次審査に進んだことが多分なかったんですよ今まで。でもだからゆらってなんかその二次審査合格ですってなんか来たことがなかったから、今まで。だからなんか本当にああいうのって二次審査合格って来るのかなって思ったんですけど、でなんかゆらももうなんかちょっとなんだろう、頑張って応募はしたんですけどそっから進めるって思ってなくて、だけどその学校普通に学校行っててね、普通に学校行っててでなんか学校から帰ってきたらぐらいの時に、学校から帰り際ぐらいの時に連絡が来たっていう。そう、それまでは普通にゆらダンス部入ってたのでダンス部の練習とかしてて、そうしたら通知来てて、で当日とかも全然受かると思ってなかったのに二次審査ですら。そうということで終わりたいと思います。はい、じゃあランキングを読みたいと思います。はい、13位、あ漢字が読めない、ごめんなさい、ありがとうございます。12位ちょうちゃんさん、11位のりさん、10位すーさん、9位ゆまさん、8位ティガーさん、7位マスオさん、6位むっちゃんさん、5位ゆぴぞーさん、4位まこっちゃんさん、3位あきさとうさん、2位すんすんさん、そして1位はドゥルルルッドゥン、モヒカンダイナソーさん、ありがとうございます。ありがとうございます皆さん。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ぜひまだルームフォローしてないという方はお願いします。ルームフォローありがとうございました。イエーイ、バイバーイ。